どうもー影やんですえー、っとですね今日はですねえー、滋賀県で滋賀県ならではで、えー、好きなお店参戦ということについてお話ししたいと思いますえ昨日ねあのー、晩昨日の晩ご飯なんですけどもあのちょっと あのそこそこ食べました。というのはですね今日がで、ね、ちょっとねありがたいことにご予約結構頂い,いてましてですね、えー、あともうちょっとあと2人ぐらいかなのご予約でも埋まっちゃう状態になるんでですねあのしっかりこう寝たかったんですね睡眠をしっかりとりたかったんでですね。あの えー、まあ先週はプチ断食したんですけどもプチ断食してなんか寝つけへんっていうのは困るんでそのちゃんと食事をしてこう寝ようということで昨日は食事をとったということですだから今日は十分寝ている状態ですでまあまあ仕事にこう向かっていこうかなというふうに考えております。で えー、今日のテーマですね、えー、滋賀県ならではですね滋賀県で好きなお店3選とまあ誰でも知ってる滋賀県の人やったら誰でも知ってるお店なんですけども一つは平和堂ですね平和堂でこれはね、あのー、前までねそこまで僕は平和堂をそんなに 何も考えてなかったんですけどもあのフレンドマート世田谷店っていう店があるんですけどもそこへ行った時にねあこのお店いいなってちょっと思ったんですねでそれからちょっとこう平和堂がいいかなというふうにこう思ってます。そののスーパーパ中で、まあ いくつかスーパーって安いところもあってていろいろいいんですけども、えー、と平和度は平和度でやっぱりその、えー、滋賀県で大きくなっていた良さがこうあるかなというふうに思いますで世田谷店はもうほんまに綺麗でね、まあ、ちょっとお客さんものすごい多いですけどもあの駐車場ももう結構いっぱいになっていることが多いんですけどもあのまあ利用してると。 いうところでで、すねで。もう一のアヤハディオに関してもですね滋賀県の人はまあほぼ、えー、知ってるんじゃないかなというところですねまあ全国的なことでいうと江南みたいなこうお店ですねそういうそういうお店になるんですけどもアヤハディオって昔はアサヒって言ってねアサヒっていう店,、えー、店の名前やったんですけど途中からアヤハディオに変わってですね、えー、やってるこう滋賀県にぎょうさんある、えー、他の県にもあるんかも 教えないですその辺は詳しく知らないですけども、えー、手広くこうやっておられるお店ですね。まあ綾ハ高校とかね高校もあってですね、えー、綾波ディオに就職できるんかなんかよく分かんないですけども、えー、そういう高校もやっているおられるというところで、えーまあ、平和堂とか、まあ、綾波ディオとかこれ滋賀県ならでは。でもう一つがねちょっとガラッと変わるんですけど加納精獣庵ですね。で加納少女庵も滋賀県 ですよね、滋賀県の代表的なこうお店やと思うんですけども、あのー、大石の方のね、えー、ところの加納庄寺院も行ったことあるんですけどもなかなかこういいですよね加納庄寺はね。であのー、こう庭園というかこう、えー、大石町の方の大石にある叶庄寺は全部見て回るのもなかなか こう風情があって良かったりする。んで、あの、夏に行った時は、こう、アイスクリーム、ソフトクリームか。が売ってて、そのソフトクリームを食べた、めちゃくちゃうまかったっちゅうのが、こう、覚えてますけど。あと、僕は好きなんで言うと、その、石山寺に、え、加納正寿庵があるんですけども。えー、その、石山寺の加納正寿庵しか売っていないですね。えー、石餅というね、えー、スイーツがあるんです、えー。よもぎ餅の上に、よもぎ餅みたいなやつ、ちょっと詳しく分かんないですが、あの、緑のね、えー。みたいな、上にです、ね。 あ,のあんこが乗っているというであんこもその甘すぎずね、えー、ちょうどいい程よい甘さのあるあんこが乗っている、えー、お菓子をこう出しているでまあまあ,あのなんかこうお土産とかそういうのに叶庄寺院の、えー、スイーツをこう持っていくっていうことも、えー、している方も結構おられるかなと思う感じですね。ということでまあまあ誰でも知ってるようなこうお店なんで、えー、わざわざその滋賀県の人が聞いてたら全然何とも思わないんでしょうけど。 あのー、まあまあ県外の人とかね方はそういうのがあるっていうことですね平和道だ京都とかもあるんで知っておられるかもしれないですけども、えーまあ、平和道ですねそれとまあ綾波ディオとこれと加納精進庵ということですねあとまあまあ、あのー、いろいろねラーメン屋やったらい来い亭とかいろいろありますけどもね今パッと思いついたんでいうとその3つかなというところでこうその辺はこう えー、利用していく形です、ねえー、まあスーパーは僕何個かこう利用してるところがありますけども平和度は平和度でこうちょっとひいきにしていきたいのでアイハディオも、えー、ひいきにしていきたいなというふうに考えておりますで、えー、お菓子はこう可能障子案に関してはですねそうしょっちゅうはいけないですけども、えー、何かこうポイントポイントでこう買ったりこうしようかなというふうに思ってます。 やっぱ滋賀県に今,今のところはですけども、えー、滋賀県に住んでるんでですね、えー、なるべくその滋賀県に関係ある、えー、お店にこう行くというね、えー、ことをしてもいいのかなと別にそのどこの店行こうが人のかってですけども僕はそういう意識もちょっと、えー、あります、えー、全国展開してるいいお店もいいんですけども、えー、どうせやったら滋賀県ならではのお店にこう通う高南と綾波寮があったら、えー、綾波寮に通う っていう形ですね。あやーでよなかったらこうないことあるでしょうけども、えー、そういう形をこう取りたいかなという風うに、えー、思っております。ということで今日は、えー、滋賀県で好きなお店参戦もっとありますけどね。とりあえず今日は3選、えー、お伝えさせていただきました。お伝えっていうかまあ、えー、話させていただきました。ということで今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。